レリーさんありがとう。変じゃないんですか音。すごい。ゆきさん、ダダダダムダさん、キョンシーさん、試験マシンさん、ありがとう。今までずっと変だったじゃん。そうそうそう。今12なんですけど。アップデートが来て音が治ってる。よかった。レムニャンさん、カープさん、三谷気にせんにんさん、ありがとう。昔の携帯の充電が切れちゃっててね。そう、ああこっちでってなったんですよ。外出たらめっちゃ寒かった。寒いよね。アップデートで音治るんだ。なんか携帯がさ新しいからさ、アプリの方がまだ対応してなかったっぽい。すべての音問題。またたびさん、バンジャラモンスターさん、リサイズハットさん、坪井ゆうすきさん、ありがとう。そうだからよかった。おはようございます。うん、魚の骨が喉に刺さったことありますか？ない。いちさん、こたつ出した？まだ。ちょっとね、まだなんですよ。たくさんありがとう。なってよかった。アマズさんありがとう。昨日も楽しい話からありがとうね。ありがとうございました。皆さんめっちゃ笑ってた。ありがとう。親知らず抜いたことない。てか最近生えてきたんですよ、親知らずが。だから抜くとしたらこれからなんですけど。そう、もう頭が出てるんだよね、右の上の。でもめっちゃ綺麗な生え方してる気がする。村勝オンリーユーさん、ありがとう。痛まない。なんか踊ったら痛くなるんですよね。なんか痛くなるっていうか、なんかあ生えてるみたいな何したいのかな、感じるみたいな感じ。レブニアさん、村勝オンリーユーさん、M ケンさん、リダトン、俺もオフです。
ちょっとジンジンするみたいな。キャンシーさんありがとう。なんか最近抜いたメンバーみんな全然腫れなかったんですよ。だからあれ腫れないものなのかみたいな。ドライブ200億超えててびっくりした。皆さんのおかげで前言ってた数字より全然変わった。200億いってるっけ。そう、ユミリンが一番強い。ユミリンはびっくりした。ほぼ200億やな。大崎亀島のカズさんありがとう。ユミリンって案外ゲーマーなんかもね。ユミリンはなんか大人の人に教えてもらってて、なんかあれなんですよ、その会場にめっちゃ知ってる、ん、めっちゃドライブ詳しい方がいたんですよ。でなんかその人がユミリンにはハロウィンに教えてたんだけどみたいな、聞いたらみんな教えてもらえるんですよ。そう、だから大人の力とかじゃないけどノウハウというかレベルの上げ方とかどういうものなのかみたいなのを聞いてたから、あとねチアレターの数とかすごそう。つぼゆうすけさん、ゆうくんさんありがとう。でも私もゆみりんに教えてもらって強くなった、前より。あの見えてる数字と見えてない数字全然違うからね。みすけさんありが、あ、いってらっしゃい。間違えた、名前呼んじゃった。そうそう、パッシングスキルとかいろんなあのサポートの方のドラゴンの強さとか、見え見え、昨日の一番は私です。デブニアさんありがとう。フォートナイトのスイッチ本体出るの知ってました。うん、ナオヤさんありがとう。あれですよね、スキン付きの、スキン付きスイッチめっちゃいいよな。スキン可愛かった気がする。うん、いいなとは思ったけど、もう
家に2台スイッチあるし、今ファートナイトなんだし、いつの間にか配信あったらエルとチアレタックとか、ありがとう。ドラゴライスが込めれば協力。そうなんよね、まださできないよね、もらえないですよね、あれドラゴライスガチャが来ないとできない。ミキの豚いつといつかって可愛いでしょ、青でまとめてるよね私。ドラゴライスのガチャ一昨日ぐらいまでずっとあった。マジ？今なくなった？5体昇竜60しないといけん。あ、そうな。そんなサイトに書いてなかったけど。書いてあったんかな。にゃーん。あとちょっと誰も私。私の。でもさ、11月15以降だっけまでにさ、もっと強くなってるって考えたらさ、ジークがさ、いいよ、いいのかな、クロヨじゃなくて、どっちがいいんだろう。どっちがいいと思います？私が強いのか分かんない。でもハンターキューブとかであれなんだよね、上げてない自分も。コモチンさんありがとう。でも装備は強いし、どうしたいのかな、ハンターキューブであげろって感じ。はよ大地さんありがとう。実戦そう、実戦実戦総合力ってさ、どんぐらいの強さになったらさ強いって思われるのかな。大地さんありがとう。どこでもらえるの？ドラゴライズ。自分のとこにガチャなかったよ、ドラゴライズの。みんなあった？うそ。ポイントで買えないですよ。ガチャ気づかなかったよ。てか見たのに。ドラゴライズのガチャあるかなって。めっちゃ重要なガチャしてますってさ言ってよね。キョンシーさん、ユイチローさんありがとう。これ超重要なガチャですって、もうアプリ入った時にいつもさログインボーナス
後ぐらいに言っとってほしかった。一応全部回してみない。チークとクローのガチャ確率 0.06 だから出たらミラクル。見たかもしれん。上田美久さん、ありがとう。全然いいよ、もういっぱい持ってるから。あんまり使わないようにしてたけど、エッグジャム最近めっちゃ使う。なんか陽気なジェムのジェムジーさんの露店みたいなやつあってさ、ジェムでいろいろ買えたりするんですよ。それでいっぱい買っちゃって。そうそうそう、でもちゃんとコラボが始まってからジェムは使おうって思ってたから。もはやジェムっていうのは諦めた感ある。何が？ノットシャルルさん、ありがとう。あら、ジャムって言ってた？ジェム、ジャムって言っとるけんじゃない？ジャム、ジェム、ほら。ナオヤさん、ありがとう。ジャム、今どっちで言ったと思う？ジャム、ジャム。ジャム、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 ジャン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 。間違えたのかな。何にも考えずに喋りよった。妻ゆうすけさん、ありがとう。ヘープちゃんと読んでるの可愛かった。マンジャラモンスターさん、ありがとう。偉いでしょ。珍しいですよ。でも説明書を読まない私がヘルプを読むなんて。ゆういちろうさん、ありがとう。それほどあれですね、奥が深いということです。今日いい推しの日なんだって。へー、
ヘルプを読もうってなるほど奥深ってこと。大体のことは説明書とかヘルプとかなしでいけるけど、このゲームは一筋縄ではいかないということ。ネットのドライブ行きとかチェックしてる？うん。金魚みたいなライド進化するよ3回。え、そうなの？知らんかった。進化させなきゃ。でも式回復別にいらんかも。いるか。素早さも伸びた。え、そうなの？トシヤさんありがとう。チアレタありがとう。もうチアレタは毎日ゼロになるぐらいね、使いよってね、本当に助かります。昨日もね、配信までにどうしても交換したいものがあってね、あと3000ポイントもらえたら交換できるっていう場面だったんよ。で、やば、あと3000ポイント誰かってね、もう配信の30分もないぐらいにずっと言ってたの。誰かさん3000ポイントって言ったらね、ちょうどぴったり3000ポイント更新したら入ってたんですよ。びっくりした私。もう誰が入れてくれたのか分からんけどさ、なんか私の祈りが届いたってなった。そう、本当にびっくりしました。だってしかも3000ポイントってさ、言っとって本当にピッタ3000ポイント届くってすごくない？場所変えたかも。シアレターは誰から来たかわからないの。でもなんかランキング見たらチケットからまたチアレターに変えるじゃないですか。でもだからランキングも結構もうチアレター送ってくださってる方入ってるのかなと思った。チアレター一気に送るのと少しずつ送るのどっちがいいんだろう。でも一気の方が嬉しいかも。今3000ポイント送った。ありがとう。違うランキングにいて送ってる人もいるかも。まあ確かに確かにですね。
シュレーターでも息すぐなくなっちゃう。なんかいろんな強化させようと思ったら大変で、今私アリーナめっちゃオリハルコンみたいなやつの上に行ったのかな、いや違う、オリハルコンに行ったよ。イエイ。使い方上手、限られたものですからね、ちょっと慎重にやってます。宝箱かけるの時間、あでもまだ8時間とか。いつの間にか黒いカメラって言ってたんよね。あれも交換できました、チアレターで。めっちゃチアレターのポイント使ったけど、そうそうそう、うん。16時間の宝箱もある。水色のやつでしょ、凍ってるみたいな。チアレターってすごいのよ本当に。私もだって親の携帯から自分にチアレター送りたくなるもん、チアレターポイントなくなったら。クリスタルの箱めっちゃコインくれるから嬉しい。そうなの、私は課金禁止だからさ。なんかめっちゃ楽しい。まあグイグイ上がるからなんですけど、そう、私はもう自分でクエストとかアリーナやって稼いだものと皆さんからの ものしか頼りにできるものがないので。エグゼ私強化してますよ、強化装備は強化した、あと何があるのかって感じ。でも頑張ります。自分で稼いだマリンジムも使える。え、マリンジムってどこで使うの、ガチャ以外に。エグゼの装備は回復、進化させたよコアで。ギルドの報酬もそうですね。それではダンジョンを読みます。そうなの、多分私はガチャしかないんですよ、マリンジム使う場所が。マリンジムもいっぱいあるのにな。ダンジョン読みます。13位、ギルスさん。12位、ゾニゾニさん。11位、ノットシャルルさん。10位 M ケンさん。9位リョウスケさん。8位イシケンマシンさん。7位セリアさん。6位ナナナナムドさん。5位アマズさん。4位キョンシーさん。3位ダイチさん。2位ユキさん。そして1位はドゥルルルルンチちゃん、ツボユウスケさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルルルンチちゃん、スーザンさん。Thank you, thank you, thank you. それでは今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。今日も一日ファイナル、せーの、エディエディオーン。惜しかったピン、あら、また頑張って。それではまたねー。いらっしゃい。